listening to Shibuya Cross FM. こんにちは。10月10日水曜日、時刻は15時午後3時を回りました。毎月第2水曜日この時間からは渋谷防災カフェお届けいたします。パーソナリティは私佐藤由美と、はい、危機管理アドバイザーの早川はじめこと善です。よろしくお願いします。はい、早川はじめさん、善ちゃんと共にお届けしてまいりますということで、はい、毎回ながら1ヶ月ぶりでございますけれども、そうですね、なんだかだんだん秋も深まってきたなっていう、渋谷もそんな感じがしますけれども、そうですね、秋も深まり、そしてもう半袖じゃなくてパーカーとかね。そうだ、確かに早川さんパーカーですね。そうなんです。ちょっとね、痩せてから寒がりになってきました、はいはい、おーでもいいことですよね。そうです、はい、こうついたものが落ちたってことですからね、はい、まあ結構ね痩せるのも大変なんですけど、はい頑張りました、まあ、そうですね。じゃとりあえずこの渋谷防災カフェ、どんな番組なのかをご紹介させていただきますと、この番組では防災をもっと身近に、そして心にいつも備蓄していただけるよう、防災のみならず減災、そして災害支援、そして福祉などの観点からも毎月テーマを変え、みんながみんなの命を守るための情報を毎回発信していきますということで、まあ、オープニングではいつも早川さんの、まあ、近況だったりとかお話しいただいてますけれども、はい、いかがでしたか、この1ヶ月。そうですね、この1ヶ月はもうすんごいバタバタだったんですけど、そうだったんですね、いろいろありました、ええ、でですね、まず一つこのパソコン見るといろいろ書いてあるんですけど、そうですね、まあ、プライベートで行くならば、はい、実は最近ちょっと自然現象いいもの見ました。自然現象、なんと、はい、たまたま仕事でほったらかし温泉っていうところの、すごい行きたいところです、それ。あ、本当ですか、はい、すごい高揚感あったです。山梨ですよね、山梨ほったらかし温泉、はい、行かれたんですね。そうなんです。まあ、午後から用事があったので、はいはい、まあ車で夜中走り、そして朝方入ってきたんですけど、あ、最高のステーションですね、絶対それ。そうなんです、もうね、まあ、災害したら自然なんですけど、自然ってどちらかというと脅威に思うかもしれませんけど、はい、そのほったらかし温泉から見たこの山の上から街並みを見、そこに光がこうふわって差した時の自然って綺麗だなっていう、まあ、脅威でもあるけど、はい、綺麗だなっていうのを感じて、まあ、まるでね神様が降臨するかのようなこう光がシュワーって街に降りてくるのが見えて、すごいいい体験をし、まあ、そのまま仕事するという、お、まあ、いい気分に なってから仕事ってすごいいいですよね。はかどりそう、はい、まあ、そんなプライベートもありつつ、はい、まあ、実はですね、はい、今回お話ししたいなと思ったところが、私特別支援学校というところの防災通信委員もしてるんですね、はい、でそれがまあどんなところかというと、はい、特別支援学校というのは障害者の方々がいらっしゃるんです、はい、で、まあまあ、いろんな耳が聞こえない、目が見えないという方もいらっしゃるんですが、僕が行くところは肢体不自由といって関節肢体支部が動きにくい、まあ、お子様とかがいらっしゃって、まあ、本当は障害者っていう言い方あまり僕は好きではないんですけど、まあ、そういうような形の、まあ、特別な学校になります、はい、でそこでですね、実はもう5年ぐらい前なんですけど宿題をいただいてたんですね、早川さんが宿題をいただいた、はい、実は講習の中で、はい、まあ、地震で怖いのはいろいろあるんですけど、火事も怖いよという話をしました。で先生たちに火事の時に怖いのは火よりも煙ですって話をさせていただき、そして煙はしゃがんだ高さではなくなってしまう、そういうのがあるんですね、はい、で有名な火災事故ですと、歌舞伎町雑居ビル火災事故か、火災ビル、まあ、いや事故があったんです。ありましたね。でその時にスナックにいたお客さんが座った状態で亡くなったんです。要は低い体勢のまま一気に煙を吸って亡くなったんですね、はい、でそういうふうなことがある、とても怖い。でじゃ あの煙は上の方に行くので、じゃあ下の方は安全だろうというところでよく訓練、煙体験訓練ありますよね。あれで一番いいのは実は床から20センチの高さなんです。20センチ、はい、なので煙から逃れるためにはその高さ、はい、まあ、20センチ以下じゃないと厳しいんですよって。まあ、じゃなくても、まあ、なるべく低い体勢だから這いつくばる形で、腹前進、そうそうそう、腹前進みたいなのが一番いいですって話をしたんですけど、はい、そうなんですね。
そんな話をした時に、はい、うちの生徒は厳しいですねって話をしたんです。肢体不自由の子供っていうのは要は車椅子に乗っかって移動したりとかするので結構高いんですよ。でじゃあどうしようかって話になるんですけど、はい、答えがなかったんです。でいろいろ探しました。紙の担架とか、はい、要は低い体勢で滑らせながら移動させるっていうのをやったんですけど、はい、いろんな商材見ました。だけどなかなかいいのがなかった。だけど実は去年、あ今年だ、今年の5月に、はい、あの関西でいい商品に出会えたんですね。まあ、要はあのベッドマットの下に滑らせるシートを固定し、そしてそのまま移動させることで、はい、低い体勢かつ柔らかいので衝撃が来ない、うんうんうん、で、まあ、なんなら外に出て寒い中待つ、冬場とか寒いですよね、うん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 、そのマットとか、まあ、掛け布団とかあったらそのまま防寒の状態で待てる、なんなら避難所に避難しなきゃいけないって状態になった時には、うんうん、そのまんま暖かい状態で避難生活もできるっていう代物なんですね、はい、でそれを、まあ、特別支援学校さんの方でちょっと実演もしたりとか、はい、まあ、いろいろしてですね、はい、あの先生の宿題をクリア、やっと5年間越しにできたっていうのがあったんです。5年越しだったんですね、はい、やはりあの一般の人たちに使うものとはちょっと違うものがないとダメな子どもとか、そのまあ障害を持った方々もいらっしゃるので、その人たちに合わせたものとても重要だなというのを考えた時間になりました、うん、でも本当にその人その人の状況であったりとかもありますから、その人その人のニーズに合わせてなんか防災だったりとかも考えていかなきゃいけないんですもんね。そうなんです、うん、なのであの大枠で防災を伝えるのも重要なんですけど、はい、その一人一人に合わせたものっていうのもカスタマイズしていくことがとても重要なのかな、うん、例えば一戸建てに住んでる人とマンションに住んでる人とか違うっていうところもすごく重要な点かなっていうのを思いました。確かに皆さんもじゃあ 防災と考えたときに自分の状況だったりとか、その自分のニーズは何なんだって考えていただいて、自分に合う防災ぜひなんか選んでいただきたいですし、知ってほしいですよね。そうですね、はい、ということで、まあ、この後もですね、今回も素敵なゲストさんをお迎えしてもっともっと防災のお話をしていこうと思いますので、はい、どうぞ皆さん15時50分までのお時間ですね、私たちにお付き合いください。またこの番組では皆さんからの番組へのメッセージもお待ちしております。早川さんへの質問でも構いませんし、皆さんが気になっていること何でも構いません。メールでお寄せください。メールはこちらです、info@shibuyacrossfm.jp まで皆さんからのメッセージどしどしお寄せください。それでは渋谷防災カフェ、いつものオープニングテーマ、はい、参りましょうか、はい、お願いします。一緒にお願いしますね、はい、時藤亜美さんで OK 防災、聞いてください。
いて最初のコーナーに参りましょう。全ちゃんの防災ワンポイント講座、さあ今月もこのコーナー参りましたけれども、このコーナーでは、まあ、全というニックネームでおなじみの危機管理アドバイザー、はい、早川はじめさん、改め全ちゃんがこんな時どうすればいいのという私たちの防災に関する疑問にお答えいただくワンポイント講座になっております、はい、ということで今月はどんな話題になりますでしょうか。全ちゃん、もう今日はですね、はい、実は題名からするとちょっと怪しいんですけど、電話機が使えないというワンポイントをさせていただこうかなって。電話機が使えない。そう、電話機がね使えない、これ何なのかっていうと、はい、電話機自体が使えないわけじゃなくて、電話の使い方が皆さんわからない人が多い。電話の使い方ですか、ね、なんか今わかんないでしょ。いやでも家から電話かけれますよ私、全然。そう、はい、家から電話かけられてるんだけど、あのね、家にかける場合、はい、要は何かって言ったら、はい、その携帯電話からいつもかけてるけど、うん、災害時は副送っていうのがかかるんです。副送って何なのかっていうのは、基地局があって、うん、で基地局が災害時とか、うん、まあ、お正月によく起きるんですけど、うん、まあ、何分の1かに回線を狭めて、うん、そしてかけにくくなっちゃう、うん、まあ、させる、まあ、ことが起きるんですけど、はい、なんとそれにより、まあ、災害が起きるとじゃあ電話かけられない、うん、そしたら2パターン存在するんです、はい、避難所とかで電話回線が、まあ、家の電話機と一緒のようにこうパッと開けてピッポッパッと押すのと、あと公衆電話っていうこの2パターンあるんです、はいはいはい、この2パターンまず共通するものがあって、はい、何なのか、家にかけようとする、はい、だけどその前にみんなでそこの電話機があるところに行くまでにだいたい電池使い切っちゃうんですよ。一生懸命かけたりとか、あ、繋がらないって何回もかけてしまう。私もやりましたね。そしてスマホで情報を取ろうとする、そしたら電源なくなるでしょ。はで、はい、じゃあ電話機あるところに来ました、はい、公衆電話でもいい、そこで、まあ、行政が出している避難所にある電話機でもいい、さあやっと順番が来ましたって書きようとした時に電話帳見れないで、あ、覚えてますか、家の電話とか落とし穴ですねそれは。あのもう恐ろしい。恐ろしいでしょ、はい、これ実は、以前に小学生向けの講習、まあ、防災講習をしたんですね。で電話番号って重要だよって時にさあみんなで家にかけてみようって電話機を、まあ、NTT さんが持ってきた機械でピッピッってやったんです。ん、はい、みんなにお母さんの番号言えないの、は家の番号も分かんなくて、はい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 、結局かけられない。今の小学生はやっぱりみんな携帯持ってたりする。そう、もう大体ね小学校3、4年生から持って、もう5、6年生大概持ってたりしますよね。で小学生かけられない、じゃあ調子に乗って、じゃあ大人の人たちかけられますよねってこう言ったら、大人の人も、実家の番号はみたいな、お母さんの番号はとか言って、もう奥さんの番号すら忘れてる。いやちょっとそれまずいですね、まずい。誕生日の次に覚えてほしいですその数字はその数字はね誕生日の、いや誕生日よりも覚えてほしいかな。そうですよね。ちょっとそれは落とし穴でした本当に。そうなんです、まあ、盲点。かくいう私もですね、あの彼女の番号言えるかって言ったら言えないんですけど、はい、誕生日はいつだ、まあいいやこれ今言いそうで言えなかった、2月だったような気がするなまあじゃあ本当に何て言うんだろう、大事な人の電話番号と誕生日は覚えましょう、はい、皆さん。そう本当に覚えておきましょう俺も今ちょっとドキッとしちゃった自分で言うときながら、さっきまで覚えてたんですよ実は。あら、ちょっとまあ、あのいざという時にスンって飛んじゃう可能性もあるので、なんて言うんだろう、メモとかでも大事ですよね。やっぱそれも携帯にメモするんじゃなくて、うん、もうあのお財布の中に入れておくとか。そうですね、大事な連絡先は、まあ、名刺代の大きさに書いて、あ、まあ、差し込んでおくっていうのも実は重要だったりするっていうのもあります。確かに、はい、なので、そこも重要なんですけど、はい、あともう一つ、はい、実は電話かかけしゃべれなかったかけられないっていうのは、はい、公衆電話の使い方がわからないって子供も多いんです、その時に、まあ、NTT さんが台を持ってきたって話しましたよね、はい、でその時にじゃあ10円玉を、あ、そう、災害時って無料なんですけど、はい、10円玉は絶対入れなきゃいけないんですよ、かけ終わったらチャリンって落ちてくるので、じゃあやってみようねって言った時に、はい、子供は一番最初に何をするかって言ったら、お金を入れてそしてかけるんですけど、受話器持たないとそのまま落ちてくるんですよ。そうですよね。だから子供たち、なんでって何回もこの繰り返すっていう。そうか、使い方知らない子たちが今多いんですね。そう、なんならこれ大人も使えません。
最近の20代の若者に、はいはい、それをちょっとやってもらったんです、はい、他の人と話してて、うんうんうん、で一人だけその話を聞いてなかった若者がいたので帰り道にちょっとやってみようぜ、うんうん、ちょ10円玉かけてこいよって、なんすかってパッと、はい、あれって出てきちゃうんでかけりませんってダメですねそれね。そうなんです、なので、番号を覚えると同時に、あ、皆さんあれですよ、受話器を取ってから10円玉入れるんですよ ね、 そ、 うですね、それ入れないとダメです、うん、チャリン、はい、はい、取ってください、はい、これをこの2つはとりあえず分かっておかないと災害時に困る、うん、そうですね、なので、結構重要なことなのかなというところも、でなんならあれです、テレホンカードもしくは10円玉はお財布の中にいつも別口で入れておいていただけると、うんうんうん、これもクリアできるのかなというのを思ってました、はいはい、あとあれですよね、公衆電話その災害時、まあ、無料でかけられるって言ってましたけど10円がないともかけられないから、一番最初の人がもう本当善意でぜひその10円玉をポッと置いといてほしいですね。あ、そうですね、一番最初にかける人は次の人ももしかしたらお金が、ね、持ち合わせてないって方もいる、今いらっしゃるかもしれないから、ぜひ10円玉一つでいいんで1枚でいいんで、ね、置いといていただければと、ね、思いますね。ちなみに311の時に仙台の、はいはい、何区だったっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん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 、そこで公衆電話があったんです、はい、でなんか上になんかこんもりなんかあるなと思ったら5、6枚ですね、 一気につき5、6枚10円玉が置いてあるっていう、はい、みんな誰かとりあえず取っていく人もいるだろうからってことなのか分かんないですけど、お金がねちょっと置いてあったんです、なので、まあ、やはりあの人の優しさっていうのはつながっていくんだなっていうのを見た、はい、記憶があります。確かにそうスタジオの前にもですね、ちょうどあの渋谷では結構みんな見慣れないかなと思うんですけれども、公衆電話あちらにあるので あったあそこにあるんですよ、なのでまあ、ぜひ、ね、スタジオ思い切りありました、観覧して観覧しに来ていただいて、うん、なんかいざ起きてしまったときはすぐそこの公衆電話使えますし、そうですね、確かに私も渋谷の公衆電話そこしか知らないかもしれないから、どこにあるのかっていうのもちゃんと調べないといけないですね、うん、把握しとかないといけないですね、把握しましょう、はい、はい、ということで俺も調べます今月の全ジャンの防災ワンポイント講座は、電話機をかけられる、使えない、かけられない、電話機が使えないです、電話機が使えないという本当に落とし穴がございますので、はい、ぜひ皆さん、まあ、あの今話したことをですね肝に銘じて、あの使い方をまず学んでいただければなと思いますし、まずは、はい、あとは電話番号、大事な人の電話番号は誕生日とともに必ず覚えてください。はい、覚えましょう、はいはい、私も、はい、頑張ります。はい、せいちゃん今日も、あ、今日じゃないですね、今月もありがとうございます。いえいえ、はい、皆さんもぜひ参考にしてみてください。ということでこの後はですね、皆さんお待ちかねのゲストコーナーになります。今日のゲスト様はどのような方ですか。お、神奈川県の、はい、とてもすごい、災害被災地でも、はい、もうみんなの力になっている団体、311ネットワークってところの、はい、石田さんという女性の方が出ます、はい、女性の方来ていただきますので、皆さんこの後ぜひお楽しみなさっていてくださいね。ということでゲストコーナーの前にここで本日の2曲目お聴きください。無重力のレシピで夕焼けのコーダ。
渋谷防災カフェ、ここからはゲストコーナーです。本日のゲストは防災士であり防災教育ファシリテーターの石田真美さんにお越しいただきました。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでですね、私からで石田さんのプロフィールご紹介させていただきます。はい、石田さんは元中学校教師で防災士、そして相模原防災マイスターということで、かっこいいですねということなんですけれども、東日本大震災をきっかけに被災地支援活動を始め、2013年5月に神奈川311ネットワークを設立されました。2015年の4月から2年間神奈川県教育委員会との共同事業で神奈川版防災教育プログラムを開発し、神奈川県内の小中学校をはじめ、避難所運営委員会や市民団体等で、実施されております。地元相模原では相模原防災マイスターとして緑区を中心に活動されており、2016年4月から相模原市青少年指導員として、青少年健全育成事業などに参画していらっしゃいます石田さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。現在の主な活動というとどういった活動が多いんですか？はい、団体の活動としては、はい、直近だとやっぱり西日本豪雨災害で、はい、ボランティアバスを倉敷市の方に、7月末から9月の中旬にかけて6台出しました。はい、ボランティアバスというのはその現地で、はい、ボランティアの方々を運ぶバスという。そうですね。あ、そうなんですね。横浜駅から出発して、夜行バスですね。はいはいはい、金曜日の夜に出発して、月曜の朝に、ごめんなさい、土曜日の朝に現地に着いて、うん、土曜日活動をして、土曜日の夕方にはもう現地を出発して、日曜日の朝、横浜に戻るっていう。はい、そういった結構弾丸のね、強行スケジュールなんですけど、ね、でも日曜日はゆっくり過ごしていただいてっていう感じですかね。はい、ちなみに、はい、活動ボランティア活動が終わった後、うん、どっかこう寄ったりとかしないでそのまま帰ってくるんですか？お風呂に入ります。あ、お風呂に入るんだ。水に入ります。汗を流してすっきりして。そうなんですよ。そういったバスを6台も、はい、まあ、寄贈といいますか、はい、バス会社さんも神奈川のバス会社さんなので、はい、はい、行って帰ってくる。でも、まあ、片道10時間ちょっとぐらいかかるんで、はい、そうですよね。そうなんですよ。結構ね、ギリギリです。両夜行で行けるのは倉敷がギリギリって言われて、ね、広島まではちょっと行けないですよねそうなんです。ちなみに何人ぐらい、延べ何人なんですか？1台で40、マックス42人なので、うん、6台で240人超えぐらいですか、ね。あ、もう結構多いですね。はい、ちなみにそういうふうな方々って募集をするんですか？はい、募集します。ホームページの方で、うん、この日程で出しますよっていうのを募集するのと、あと団体のメールマガジンでメールでもお知らせを出すと、もうね、本当に超有名アイドルのチケットかっていうぐらい12時間ぐらいでいっぱいになっちゃう。一晩待ってるともういっぱいになっちゃうぐらいの。はあ、まあ、でもそれだけね、関心を持ってくれてる方が、はい、いらっしゃるっていうことですよね。そう、あとは本当にいろいろ肩書きをお持ちだなって今ご紹介してて思ったんですけれども、はい、まあ防災士であり相模原防災マイスター、そして、防災教育ファシリテーターでもあり、はい、神奈川311ネットワークの理事でもいらっしゃる。そうなんです。ということで、まあ、防災士、どこをかいつまんで聞けばいいかなっていう迷ってしまうぐらいなんですけれどもそうですね、まあ、相模原防災マイスターは、はい、まあ、防災士の資格を取ると、まあ、一緒についてくるみたいな感じの。あ、そうなんですね。まあ、相模原市の、まあ、そういう防災士を取った人たちの集まりみたいな感じなんですけど、防災教育ファシリテーターというのは、はい、まあ、私たちの方である意味作った感じなんですね。もともと中学校の教員だったっていうこともあって、はい、やっぱり学校でいかに子どもたちにきちんとその防災教育をしておくかっていうことが、はい、東日本大震災の時にも結構注目をされたかと思うんですけど、やっぱりそこをきちんとやりたいという思いで、2年間神奈川県のとの共同事業という形でやらせてもらって、やっぱり私一人では神奈川県内の学校全部すごい数あるのでできないので、やっぱり指導できる人も同時に育成していこうっていうので、防災教育ファシリテーターっていうのを育成し始めたんですね。あ、へえ、はい、でも確かにその東日本大震災の前は私もその学生だったんですけれども、うん、
あの防災教育というと、まあ、避難訓練が一番大事に皆さんも来るかなと思うんですけれども、うんうん、はい、まあ、こんな言い方してあれですけど、なんかこなしているだけだったんですけど、うん、東日本大震災後はやっぱりまあ学校側もですし、うん、生徒も、まあ、本当にしっかり取り組もうっていう意識は、うん、やっぱり東日本大震災の前と後では違うなっていうのは、うん、私的にもありましたね。そうですね、うん、まあ、それこそ私も教員として、はい、それこそ避難訓練年に2回、はい、指導する側でしたけど、そうですよね。それこそね、幼い、かけない、喋らない、戻らないとかいう、お菓子もですよね、とか。そう、でもね、はい、中学生になるともう、まあ、楽しくて、いや授業やんなくていいやみたいなぐらいのテンションなので、恥ずかしさとか真面目にやるのが恥ずかしいみたいな。そう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 、そうなんですよ。だから、はいはいはい、でもそこをどうやって真剣にやらせるかっていうのは、なんか私自身もよく、まあ、よく分からずにというか、まあ、やらなきゃいけないからやってるっていう感じは、はい、教員時代は私自身もあったので、そこはすごくやっぱり工夫が必要だなとは思いますよね、はい、そしてまたなぜその神奈川県と共同でその防災教育に力を入れていこうってなったんですか。まあ、神奈川県の、はい、NPO を支援するしようっていう、応援しようっていう基金がありまして、はい、まあ、そこに応募をしたんですね。共同事業としてこういうことをやりたいんですけどっていうのを応募して、まあ、通ったので、まあ、それが一番のきっかけだったんですけど、なかなかやっぱり県の、持っている学校っていうのは県立高校なので、私は小中学校でやりたかったので、県との共同っていうのはそこは結構大変だったんですね。やっぱり市町村によってやり方が違ったりするので、はいはい、でも今回この神奈川版防災教育プログラムっていうのを作ったんですけど、作ってみてすごくよく分かったのは、やっぱりこれをやればいいですよってものを作っても、全ての学校でそれが使えるわけじゃないっていうのが分かったんですね、はい、で最初にヒアリング調査をしたんですよ、先生方に。あ、学校の先生にまずはヒアリングをして、なんで防災教育が進んでいかないんだろうっていうのを単純に、まあ、どういうことやってますかとか、どういうハードルがありますかっていうのを、はい、夏休みに学校に行ってですね、聞き取り調査をしたら、やっぱりその防災教育って言われても何をしていいかわからないっていうのと、うもうやることいっぱいで時間がない、新しく防災教育をやる時間は取れないっていうのがまず2つ大きかったんですよね。で、あとやっぱり誰に相談したらいいかわからないとか、なんか調べるといっぱい出てくるんだけど、どれ使ったらいいかわからないとか、近くでこんなことやってますよっていう情報があったら欲しいけど、なかなかそれをネットで調べても出てこないみたいなことがあったので、まずその先生方のその悩みというか、抱えている課題を少しでも解決できるようなプログラムにしようということで、3つの手法を提案するっていうプログラムにしたんですね。それが神奈川版防災教育プログラム。そうです。気になるその3つの内容っていうのはどういった内容になってらっしゃるんですか。1つはその先生方がとにかく時間がないっていうことを解決するために、はい、通常の授業の中で、まあ、3分でも5分でもいいので、ちょっと防災の要素を濃くしてみたらどうでしょうっていう提案なんですけど、はいはい、各教科の中、普通の教科書の内容の中で防災と絡められるところがないかなって、小学校1年生から中学3年生までの教科書、ある教科書会社を年間計画っていうのがネットで出てくるんですけど、それをダウンロードして探してみるとですね、ほぼ全ての教科、全ての学年で絡められるポイントがあるんですよ。全ての教科であるんですね。その一覧を作ってこんな風にやったらどうですかっていうのを先生方に見てもらうと、はい、あ、これぐらいでいいんだったらできるかもっていう、しかもその一つの教科で5分でいいから、はい、例えば応用問題で1問追加するみたいなことでもいいので、そんな始め方はどうでしょうっていうと、はい、自分の教科で5分だけだったらまあできるかな。確かに。それが9教科集まれば45分になるじゃないですか、はい、1年間で45分間、はい、子どもたちは防災のことを学んだっていうことになるので、それなら新しく時間取らなくてもできますよっていう提案とか、はい、あとやっぱりその今ね、アクティブラーニングって、はい、その教育界では結構キーワードになってるんですけど、
まあ、座学でそう誰かに教わるっていうんじゃなくて、子どもたちが自分たちで頭使いながら作業しながら意見交換しながら学んでいくっていうのがアクティブラーニングなんですけど、それがまあうまくできるその防災の教材っていうのを4つに絞ったんですね。そのヒアリング調査の中でも何かやろうと思って検索するといっぱい出てきて、どれをやっていいのか分からないっていうのがあったので、まあ学校で使いやすい、まあ、班で協力する作業をするとか、あとは班で話し合って意見をまとめる時間があったり、そのまとめた意見を発表するっていうような段取りがある教材っていうので4つに絞りました。その4つの教材、実際にどんなものをやってるのかご紹介いただいてもいいですか。はい、まずですね、1つはディグという、ディグ災害創造ゲームっていう、まあ、頭文字ですね、そうですね、D-I-G、はい、ディザスターイマジネーションゲームの頭文字を取ってディグという地図を使ったものなんですけど、それは、まあ、自分の地域にどういう災害の想定がされているかっていうのを、まあ、ハザードマップを使ったりしながら地図上に書き込んでいく、塗り絵みたいに塗っていくのがディグですね、はい、意外と自分の住んでいるところでも知らない土地とか場所とかありますもんね、うん、そうなんですよね。でやっぱり東日本大震災で津波があれだけ注目されたので、うちは津波来ないから別に大丈夫ですって、まあ、大人もねそう思ってよかった、はい、たくさんいると思うんですけど、災害って津波だけじゃないのでね、はい、そうそう、自分の住んでるところで何を、まあ、心配しておかなきゃいけないのかっていうのは、日本全国どこでもやっぱりね、あるはずなので、そこをまず基本を押さえてもらうのにディグっていうのはすごくいい教材です ね、はい、それは地震とか、水害とかもいろいろ、そうです、地震も、まあ、地震はいつ起こるかわからないので一番やっぱり基本かなと思うので、まあ、想定されている震度がどのくらいかっていうのは必ず出るようにしてます、あとやっぱりその地域がどういう特性を持ってるかって、まあ、教える側はね先に調べないといけないので津波の地域は津波だし、土砂災害の地域は土砂災害だし、水害とか液状化とかね、いろいろ全部やんなきゃいけない地域もありますけど、でもそう考えると本当になんて言うんだろう、危機が分かりますよね、うん、そうなんです。だと渋谷みたいにこう人がたくさん来るところは、はい、うん、帰宅困難になるってね。そうなんですよ、意外と渋谷って、うん、渋谷駅か、うん、もう本当にすぐに閉まっちゃったりするん で、うん、そうなんです、帰れない人がね、そうそうそう、たくさんいるんですよね。そう、うんうんうん、だから地元にが帰宅困難になる者がたまるかもって思うと、はい、やっぱりそれでも備えるべきことって気をつけることってね違うので、そういうのをやっていくのがディグですね、はい、で2つ目は逃げ地図といって、はい、逃げ地図、はい、今いる場所から避難すべき場所まで何分かかるかっていうのが3分ごとに色分けをして塗っていくので色で分かるっていう地図なんですね、はいはいはい、なので、まあ、どこの道を通ったら早いかとか、ここの道通らせてもらえたら1分短くなるんだけどとか、そういうのが見えてくる教材です。それを逃げ地図を自分たちで色を塗って、あ、はい、これが最短だだったりとか、そうそう、ここね誰々さん家のところちょっと突っ切らせてほしいねっていう、うんうんうん、意見が出たりするわけですね。そうなんですよ、わかりやすい。で3つ目が、はい、ハグという避難所運営ゲームという、ハグですね。250枚のカードがあって、避難者の情報、人の情報だったり、はい、あとは災害対策本部からこういう連絡が来ましたみたいなのがあるんですけど、はい、要は避難所にどん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 人が避難してくるのをどうやってその、まあ、裁くっていう方かもしれないですけど、どこにその避難者を入れるかとか、うんうん、掲示板どこに作るかとか、本部はじゃあどこに置くんだとか、マスコミ対応をどうするんだとか、そういうのがどん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 カードで来るので、避難所にもマスコミが来るの？来るんですよね。今回もちょっと北海道地震でね話題になりましたけど、まあ、避難者の方にインタビューしたいとかいうのもあるんでしょうけどね、なかなかプライバシーとかの問題でちょっとちゃんとルールをねやっぱり作っておかないと、そうですよね、避難スペースまで入ってきちゃったりするとちょっとなかなか、うん、っていう問題もあったり、そういった内容を小中学生で実際に考えるんですね。そうなんです。結構ね、子どもたちの方が瞬発力があったり、余計、あ、余計な知識とか大人は、そうです、先入観がないので、そ う、ね、そうなんですよ。で、やっぱり普段からその班活動をしているので、すごくその役割分担とか、はいはい、指示するのはこの子がいいとか、書くのは、記録するのはこの子が
向いてるとかいうのは子どもたちはよく分かってるので、はい、すごく動きはね子どもたちの方が良かったりします。いや大人も見習うべきですね。そうですね本当に大人はね大人の方が顔色を伺っちゃってねなんかあんまり出しゃばっちゃいけないかしらみたいな譲り合いがねあよく言うとそうですね譲り合い譲り合って確かにそうなんですよ。そういったことをハグで考えて、あと4つ目は4つ目はクロスロードという、はい、災害対応カードゲームというカードゲームそうなんです。これはですね、はい、阪神淡路大震災の時に、はい、神戸市の職員の方に、まあ、インタビューをして実際に職員の方が対応に困ったこととかジレンマが問題になっているんですね。でそれの問題に対してあなただったらどうしますかっていうのをイエスかノーかで答えるゲームなんです。あ、その2択なんですね。イエスオアノーなんですね。はい、ちょっとやってみますか。ちょっと気になります。やりたいですよね。ちょっと俺間違えたらどうしようみたいな変な答え言わないかな。あれですか、正解はないといえばない。そうです、そうです。あなただったらどうしますかっていう問題なので、はい、まあ、意見が違うことも当然ありますし、はいはい、やっぱりその細かい条件によってどうしたらいいのかっていうの、災害の時って大きく変わってくるので、はい、まずは自分だったらどうするかっていうのを、はい、考えてもらえればいいかなと思います。はい、制限時間とかってあります？考える5秒です。5秒。5秒。え、もう瞬発力がこれは必要ですね。そうですね。災害の時悩んでる暇ないですからね。確かに、はい、そうです。ということでじゃあ皆さんも、はい、一緒に考えてみましょうね。イエスオアノーなので、はい、はい、お願いします。じゃあお願いします、はい、石田さん。まず、はい、最初にですね、あなたは何々ですっていう立場が、はい、を読みますので、はい、その立場になって考えてください。はい、かしこまりました。考えます。はい、あなたは30代の夫婦です。ようやく手に入れた新築マンション、何度もショールームに通って吟味したインテリアに2人とも大満足。ニトリでいいね、買いに行きたいねしかし大地震が起きたら家具が倒れるかもしれない、はい、確かに格好は悪いが耐震金具をつけるつけるという人はイエス、つけないという人はノーです。では5秒ですよ、はい、5、私つけます。4、あ、早っ、早っ、つけない、2、1、つけると、つける、つけない、割れました。それ5秒後に答えなきゃいけないの？それまで考えていいの？それともその前に答えていいの？5秒後でも大丈夫です。あ、なるほど。じゃあもうつけない、ね、つけない。佐藤さんはつける、つけます。それぞれなぜそうしたのか理由を聞いてもいいですか？でもマンションじゃないですか、うんうん、ってことはまあ何高いかわからないけど、まあ、高いことが予想される、うん、イコール揺れが激しい、でやっぱりその家具、本当にショールームに通ってお気に入りの家具だけれども、うん、倒したくないじゃないですか、うん、だから、まあ、格好は悪いかもしれないけどつける、穴開いちゃうかもしれないけど、穴開いちゃうかもしれないけどつけた方が安全安全を取りました。そうですね、うん、確かにそう、安全かもしれない、はいはい。善ちゃんはなぜつけない、はい、いや僕の想像したのは、はい、大塚家具で無垢の木でできた素敵な家具、はい、でそこには本とかを入れずに、うん、まあ、さりげないアクセントのこうちょっとガンダムとかね、うん、そういうのポンポンポンって置くだけだから、うんうん、ちょっとそういう風なもの、まあ、倒れてきてもまあ大丈夫かな、もう日常が重要かなっていうところで あえてノーにしました。私はですね、家具にだって大塚家具だよ開けられない。しかも無垢だからね。俺の今想像した。確かに。だいぶ躊躇しちゃいますよね。躊躇しちゃうね。まあ、これね、新築マンションなので、まあ、購入してるんでね。はい、まあ、壁に穴開けたりとかしても、まあ、自分たちのものなので、はい、躊躇しづらい要素でもあると思うんですけど、まあ、賃貸だと原状復帰しなきゃいけないので、余計に。現状復帰 ね問題になりますよね。でもこれわざわざね、こう格好悪いが耐震金具をつけるっていう問題になってるんですけど、はい、今もう見えない、なんていうんですかね、そんなに目立たないけど、ちゃんとその揺れを防いでくれる金具とか、はい、そのジェル状のマットとかね、もあるので、必ずしも、そうそう、金具をつけないとね、耐震できないわけじゃないので、ちょっと調べてみると、はい、そんなに格好悪くない、あ、耐震対策もできると思いますので、はい、ほっとしました、はい、よかったですね。じゃあつけようかな、ね、そう、ね、そう、穴開けなくても大丈夫なものもありますので。なるほど、こういった両面テープみたいなのでもつけられるものがあるってことにですよね。そうですね、ホームセンターとかにもかなり増えてきたので、よりスタイリッシュにできちゃう、うん、そうです、ことですね、はい、でもけど無垢だからな
クロスロードでは想定してイエスノーで5秒間に判断を下し、そして理由も述べる。そうなんです。結構最近、まあ、大人も子供もなんか、ね、世の中のなんか空気をすごく読んで、自分の意見はちょっと違うけど、まあ流れに乗っとこうかなっていう方も多いと思うんですけど、やっぱりこう災害が起きた時って、あの自分がもの状況によって本当に答えが変わってくるんですよね。皆さん変わってくるので、やっぱりそういう人たちがギュッと避難所に集まったりすると、じゃあルールをどう決めていった方がいいんだろうとか、そういうのが結構課題になったりするので、事前にこういうのをやっておくとね、あ、こうそういう考え方もあるんだっていうのが知れるので、確かに。練習問題であり準備体操でもありますね。そうですね、はい、こういったことを実際に小中学生、まあ、4つ今紹介したようにやって防災教育を実際にされているということ で、その神奈川版防災教育プログラムがその、まあ、2つ目でありましたけれども、はい、あと1つはどういったプログラム、はい、3つ目はですね、訓練の工夫って言って、はい、訓練、あ、まあね、避難訓練毎年毎年学校ではやっているんですけど、そこにやっぱりもう1つ、うんうんうん、もうワンステップ上げましょうっていうので、はい、まあ、抜き打ち訓練をやったりとか、はい、さっきあの公衆電話の話してましたけど、はい、171を使った訓練をしたりとか、はい、今学校からのお知らせって全部メールなんですよね、はい、ほとんど。確かに。でもメール、じゃあメールサーバーがやられてしまったらメール送れないとか、停電になっちゃったらメール送れないとか、はい、メール送れる人は教頭先生しかいないみたいなそういうそういうこともあるんですよね、はい、本当に逃げなきゃいけない時に学校でメールを保護者に送ってる時間があるのかっていうのもあって、はい、その、まあ、171って基本的には家族の家庭家族の中での連絡を取るためのシステムなんですけど、はい、まあ、学校みたいに公に電話番号があるところは、その電話番号を登録しておいて、はい、学校からのメッセージを、子どもたちは何々公園に避難してますとかっていうのを入れておけば、はい、保護者の方は聞くだけで安心できますよね、はい、メール来ないけどどうしたのかしらって不安になったりすると思うので、はい、そのツールの一つとして171をぜひ使っておいてほしいなと思います。そういったこともしっかり、うん、あの子どもたちに教えることもされているということで、そう、あとはあの親子向けの防災ワークショップなどもされていたりとか、はい、そうですね、されてますもんね。いろんなことやってますね。こうやって書き出してみるとそう、あの、まあ、思い残せばみたいな。そうですよね、まあ、それだけ本当に熱い思いがあると思うんですけれども、うん、石田さんがご自身が目指す防災っていうのはどういった形なんでしょうか。まずはやっぱりその災害で人が死なない社会を作りたいっていうことですよね。あの防げることってやっぱりたくさんあると思うので、はい、できるだけゼロにしたいということで、もう一つやっぱりまあもともと中学校の教員だったということが大きいと思うんですけど、その防災教育がやりたいっていうよりは、はい、その防災教育を通して命の大切さっていうのを子どもたちに伝えていきたいなというふうに思っています、はい、うん、命の大切さ、まあ、いじめがあったりしますからね。そうですね。で実際私自分が教員の時にもやっぱりそのいじめのが起きていじめの指導したりとか、まあ、クラスに指導したりとかっていう時に、はい、まあ、いじめは絶対ダメだよとか、みんなの命大切なんだみたいなことは、まあ、当時も言ってはいましたけど、はい、なかなかその伝わってる感じがなかったんですよね。でやっぱりそこの指導って命が大切だってみんな分かってるんですけど、その、まあ、腹落ちしないっていうか、なんかその自分のところに本当に落ちてこないのはなんでだろうなっていうのは当時から思ってたんですけど、はい、この防災教育をやるようになって、やっぱり自然というその人間の力ではまあ、どうにもならないというか、ものに対してじゃあ自分の命をどう守るかっていうことを考えることによって、改めてその自分の命の大切さとか家族の命の大切さとか友達の命の大切さみたいなことを考えられるようになるんじゃないかなっていうのは、防災教育をやるようになって私もまあ気づいたところでもあるんですけど、何かそのね、もう当然いじめとか虐待とかも絶対ダメなんですけど、もう自然っていうもの
に対して考えた方が、はい、そのあたりも考えやすくなるのかなっていう感じはしています。確かに防災教育を通して子どもたちも命の大切さ、自分の命も大切にできる子たちに育てることが、ね、できるんじゃないかなって今すぐ話聞いてて思ったんですけれども、はい、そう最後になりますけれども、はい、実際にこういった防災教育のプログラムをうちでもやりたいってこう学校教員 の方を思ってらっしゃる方とかがいた場合はどのようにこう、はい、コンタクトを取ればよろしいですか。はい、ホームページで、うん、インターネットで、はい、ひらがなで神奈川、神奈川、はいはい、数字で311と入力すると、はい、もう一番最初に、はい、神奈川311ネットワークのホームページが出てきますので、はい、そちらを見ていただけると、はいはい、そちらから連絡を取っていただければ、お問い合わせいただいて、はい、神奈川県じゃなくても大丈夫ですか。あ、大丈夫です、大丈夫です。結構それ聞かれるんですけど、ね、全然大丈夫です。ということですので、はい、ぜひこの番組を聞いて、ね、気になった方は、はい、神奈川311ネットワークで、はい、ぜひ検索していただいてコンタクトを取ってみてください。ということで、あっという間のお時間でしたけれども、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。改めて本日のゲストは防災士であり防災教育ファシリテーターの石田真美さんでした。ではまた来月の第2水曜日このお時間にお会いいたしましょう。お相手は私佐藤由美と、はい、キッカリアドバイザーの早川はじめこと善です、はい、はい、そしてゲストの石田真美さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後は